茅ヶ崎小学校から一中です。でボディービルという競技をやっていまして、えー、何年か前は東京選手権で優勝東日本大会で優勝、えー、マスターズ日本マスターズの35歳以上の部で優勝しています。仕事は ゴールドジム湘南神奈川というスポーツクラブでスポーツのインストラクターと教えるパーソナルトレーナーをしていますボディービルというと筋肉ムキムキ男性らしいイメージがあると思うのですが女子の場合は女性らしい丸みのある筋肉や柔らかなポージングポーズをとる こういう動作ですね。その時の柔らかな筋肉の動きなどが要求されます。ムキムキの筋肉をしていながら相反する女性らしさが求められるわけです。それに対して、えー、B スタイルさんでエステを受けることによって丸い筋肉、脂肪のない綺麗な筋肉を作り出すのに協力していただけると思っています。私も 女性ですので、えー、女性の共通する悩み、ウエストラインの脂肪が取れづらい、お尻の下の余計な脂肪が取れづらい、腕の後ろの脂肪の取れづらさが気になります。すでに4回でかなりの結果が出ています。特に体の後ろ側のお尻の下の部分では、 ヒップの形が変わってくる、えー、お尻の筋肉が、えー、うまく引き上がるのとあと脂肪が燃焼されて体重も、えー、楽に1キロ落ちました久野さんとお会いいたしまして最初ボディービルをされている女性の方ということで実際お会いするのが初めてだったので。 どんなふうにお力になれるかなと思っていたんですが直接お話を伺ってこういうところがあの興奮になりたいみたいなことを伺った時にうちのサロンにある良さとインディバで減量の,の部分と筋肉の,あの動きとか腱の柔らかさとかヒップアップとかっていうところでご協力できるかなと思いました、はい、去年の日本選手権では10位から5位に上がりましたが。 今年も5位から上がれるところまで上がっていきたいと思うので、ビスタイルさんにご協力していただいて頑張りたいと思います。